はい、スタート。インザハウス、インザハウス、インザ 41PX ブラックシップストア。はい、よろしくお願いいたします。開店直前の、はい、41PX、ブラックシップストア。今、おきみ自らが紹介すると。今、一本撮らさせてもらって、はい、こっちは無編集のやつなんで、はい、おすみさん、変なこと言わないようなことです。はい、言えばやらせです。専用絵画なんでいいでしょう。そう、すごい。ね、いや、めっちゃ綺麗ですよね。見て見て、これ。はい。ね、水色基調。フレーズがこう、ざっとこう、ついた新しいロゴです。かっこいいでしょ。かっこいいです。はい、でこんな感じで。入り口を入ると、はい、はい、入り口になっております。これ普段閉まってるわけですよね。そうですね。ここね、はい。はい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 、じゃじゃーん、はい、ここはね、さっきも紹介させていただいた、はい、はい、まあ、40アンピックの私あの看板と、はい、それからあのおすみさんの看板と、はい、それからこの今私たちが注目しているもの、はい、特に両面テープ、両面テープ、はい、はい、ですね、嘘です、まあ、はい、これはアジライトですよね、アジライト、はい、このブランドは注目よ、イスラエルのこのブランドなんですけど、はい、それからあとベルトテックね、うん、こういったホルスターメーカーなんかですけど、うん、かっこいいでしょ、かっこいい、はい、これは写真なんか撮っていただけると、そうそう、明日来たら俺ちょっとアジライトねチェックしてほしいんですよ、ぜひぜひマジで、はい、はい、でこう行きまして、はい、ガンがですね、クライタックの壁、はい、暗いタックの、ちなみに大隅さん、はい、ガンがクライタックの壁から始まってバーってありますけども、 G&G 実はこれ、はい、さっきね数字聞きましたけど、はい、400超えてるんですよね、400超えましただよね、そう、はい、はい、すごいよね、400超えてると、 400種類ですね、400種類後半、はい、が展示されてる、うん、在庫してるわけじゃないです、はいはい、ちなみに464丁が飾られている、そう、素晴らしい、すごい、しかもだって三重の壁ですからね、三重の壁ですよ、ちょっとやってみましょうか、はい、ダンビリ屋敷ですよこれはね、やお寿司入っちゃダメでしょ入っちゃダメだよいや、ジャニー難しい、難しい、分かんないかな、難しいです、シャイニング、シャイニングですか、そうです、そっちですね、はい、まあ、この辺もそうなんですけど、この辺があの G&G の壁、 G&G は本当にこう定番モデルから懐かしいモデルとか、はい、あの64式とか、64式とか EBR とか、はい、それから F2000 なんかもありますよ、はい、そしてこの辺がね、うちのカスタムガンですね、オリジナルの、はい、プライムカスタムとかエボとかね、お得なやつね、はい、それからあの加減色のエボ、はい、この辺も打てる状態で、はいはいはい、はい、すごい、おすみさん、はい、ちょっとガンを取り越しちゃったんですけど、はい、ここやばいですよ、これやばいわ、ベクター、はい、ベクターベクターベクターです、ベクターベクターベクター、はい、アップルストア的な感じ、ハンドベクターストアな感じ、ベクターストア、はい、そう、だから本当にすげえな、見やすいな、うん、もう日本最大のですね、はい、このあれですね、公式販売で何恥じないぐらいの、はい、書類が揃っておりますよ、すごい見やすいしね、また前みたいにこれ触れるんですもんね、もちろんです、はい、はい、で今までなかなか見れなかったこのあれですね、はい、リバティのスポッティングスコープでちゃんとこうあっちが見られるという、これいつもあの上に高いところに置いてありますよね、そうなんですよ、うん、あそこじゃほら焦点距離合うとこなかった、はい、そうなんです、これすごいですね、ここではかなり使えるかもしれないですね、はい、そしてガンのコーナーに行く前にマヨゼです、はい、マヨゼです、はい、マヨゼです、マヨゼです、マヨゼです、はい、デカサイズもあるよって、はいはい、アクタウラス、アクタウラスコーナー、はい、BB 弾、BB 弾、はい、マガジン、マガジン、ハセピー、あそこに、はい、こちらも BB 弾、マガジン、マガジン、それからトレーサー、トレーサー、はい、そして、はい、やばいぐらいの量の G&G のパーツ、すごいです、G&G だけで1列使うっていう、2列です、はい、2列ですか、はい、もっといっちゃうと、1、2、3、4、5、6、7、約7パネル、はい、わかりました、はい、てな感じ、そして、ええ、ここがですね、もう絶賛陳列中ですけれども、この辺はライラックスの壁、ライラックスの壁、はい、何でも揃っちゃうみたいな、そうですね、だからハイキャパとかそれからグロックなんかの、はいはい、ハンドガンのパーツなんかもいっぱいありますよ、でここがはい、なんだっけ、メープルリーフの壁というか、まあこの辺が電動用の、パッキンですね、はい、パッキンとモーターの壁、モーターの壁、はい、モーターもあってそれからギアがありすごい、この辺はハンドガンの、はい、パッキンとか、ええ、インナーバレルとかそういったものがあり、やばいね、はい、もうあと信じらんないぐらいのショットガンがあり、はい、振り返ると ICS があり、はい、すごいな、何でもあるぞ、はい、何でもあるぞ、でこっから先は延々マグポーチです、マグポーチの壁のコーナーですね、マ何かしら自分の探してるもん必ず見つかるんじゃないこれ、あると思う、うん、ここでなんつうかな、今日41で欲しいものがなかったって言ったらもうちょっと私、うん、反省します、わかりました反省しかしませんけど、
で戻っていって、はい、外装パーツ関係ですね。はいはいはい。それから、まあ、ちょっと面白いもの見せようか。見せましょう。お願いします。ね、まずこの辺が、はい、あのゲイターズとかアイウェアですね。あ、そしてハンドガンやばいなこれ。結構やばいわ。ハンドガンやばいですよこれ。この量。あのフォーティワンペックスの唯一種類がなかったごめんなさい、はい、今までガラスケースに入れたハンドガンをですねこうやって出しちゃいました。触れますねこれね。触れます。自分の欲しいもの、はい、手にしっくりくるものが買えます ね。このよって中現地打てるようになっておりますので、はい、で今僕ちょっとさっきショット見たんですけど、はい、まあ、これちょっと動画の時にチラッと見せますよ。チラッとちなみにしましょうか。はい、はい、チラ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 、はい、こんな感じ。台とかですね、はい、チラチラ。あまりこう日本では紹介されてないエチケアミーですね、はい、といったペイントボールとか、まあ、どっちかっていうとサバゲーというよりエアソフトといった方がいいのかなっていったようなカルチャーの商品がたくさん、うん、はい、実際にサバって見れるのは絶対いいそう、はい、そうだね、うん、やっぱりこうインターネットじゃ分かんないね。そうなんだよね、うん、質感とかがね。そうそう、特にこれから熱いなと思うのは、この、 あのヘッドバンド、そう裏がほらタオル地になっていて、そう絶対そう。俺だって今汗だくっすもん。汗だくな、すげえやばいっすよ。あのあなたのハセピーとかが喜ぶ、うん、泣いて喜ぶパーツですねそれからね PTS これからもうめちゃくちゃ扱うよ。本当ですか。うん、じゃあ買いまくりじゃないですか。私も買いまくりです。買いまくり。もうだってもうすでにですね、私ね、このあのスリムなバーチカルグリップにもう3丁書いてますから。マジっすか。もうね癖になりますこれは本当に。で正面に見えるのはまさかまさかの、はいはい、シューティングバーをスリムにようこそ。今日ご紹介するのは東京丸いのというセリフがついてるんですねいやまさかね、こんなにたくさんの、いやすごいな。ちょっと夢だったの。夢ですね。はい、うん、グローブこっち来て、グローブいっぱいありのですね、はいはいはい、ちょっと佳境に入りましょうか。はい、はい、見てください、このプレートキャリアプレゼンテーションを。これは絵面超いい。これ絵面超いいでしょ。やばいっす。いやこれやばいわ。なんかこう侍の武器庫みたいになってますけどねこれ着てもいいんですよね、自分に合うかどうか確認するのに。そうです ね、はい、あの基本的にはあの店員に行っていただければ呼 ん、ね、はい、んでいただければ、はい、ちょっとこう。でこれがまああの表面安い本当にあの1枚を切るものから、はい、まあ、こういったねハイブランドのですね、はい、ベロシティシステムとか、先ほどご紹介しているこのアジライト、アジライトなんかもあったりなんかして、はい、ね、長山の動画でちゃんとアジライト製品紹介しましたけども、うん、そうですね、あの辺に飾ってあるマガジンが最高ですから、ね、うん、マガジンポーチ、ね、マガジンポーチやばいやばいっす、やばいです、はい、そしてまあ最後になりますけど、まあ、フォーティワンの最近新しい名物がある中古の壁でございます。はいはい、中古の壁。中古品増えましたよ、これ。中古の壁も30なんですね。そうです。もう忍者屋敷です、完全に。これはどんどん追加されていくわけですもんね。もちろん、もちろん、もちろん。はい、まだ全然あの出し切れてないぐらいありますから。はいはい、あ、じゃあそのまま、はい、まだあのあれですか、買い取りもしてるんですか。もちろん。あ、もちろん、そのまま。はい。はい、で、もうなんかハードオフみたいでしょ、この辺。うん、ハードオフ。41オフコーナー。ジャンクじゃございません。ちゃんと使えるものですこれ、ほんと。マガジンがもう1000円とかでたくさん転がってますよ。あ、この辺混むんじゃない、みんなちょっと探すんじゃない。いいと思うね、うん、だからこれなんか結構人気のあるマガジンだしね。本当だね、うん、安いしね。あるよ、うん、うわー、こんなもんあるんだ。今日買って帰ろうかな。いやー、はい、いやこれはいいわ。びっくりドッキーな 41PX 秋葉原、はい、ラッグシップストア、はい、6月9日12時オープン、はい、明日ですよ。明日です、はい、暦の上ではジューンです。ジューンです、はい、6月9日12時オープン、当日から9時半閉店ですよね。699の日うん、はい、なるほど、はい、400兆以上のがんを461兆でしたっけ、さっきなんか言ってましたよね、忘れましたけど、そんな数です、はい、その種類を見て、はい、多分10名多分帰れないです、そうです、来たら、はい、うん、楽しんでいただいて。おすみさんもちろん当日はいらっしゃる。もちろんです。おっと、はい、入りますよ。はい。ぜひ。それではですね、これあの、YouTube の編集の動画ですけど、はい、ちゃんと横長の編集した動画は後日出しますんで、はい、はい、ぜひ皆様、どこからでも来てください。はい、来てくださいね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、I'll be back。Be back。お疲れ様です。ありがとうございます。